ベビーゲートの先を見つめる赤ちゃんベビーゲートやベビーフェンスは台所や階段などの危険が潜む場所に乳幼児が出入りできないように設計された小さなモや柵のことである。二千六年十一月から二千八年五月にかけて四歳以下の乳幼児が家庭内で起こした事故のデータ千六百九十一件を製品評価技術基盤機構が調べたところ階段での事故は九パーセント。 台所での事故は4%であり、ベビーゲートの設置はこれらの事故の抑制に効果的である。金属製、プラスチック製、木製など材質は多様で、通路をしっかり塞げるように伸縮自在の機構を備えている。A.I. Zenberg, H.E. m a r フ o S.E. h a ウェ a w a y 2004では赤ちゃんにとって階段を降りる動作は特に危険であるとしており、3段。 以上の階段の折り口すべてにベビーゲートを設置するように指導している。また、上り口は階段の上り降りの練習が安全にできるように、下から3段目にやはりベビーゲートを設置するように指導している。ベビーゲートは幼児にロックを解除したり、乗り越える能力が身につくと用をなさなくなり、撤去されることが多い。室内外の小さなペットに家を荒らされないようにするのにも役立つ。 ただし、ペット用のゲートの任意企画と必ずしも適合するとは限らない。2015年に東京都生活文化局が就学前の子を持つ保護者3000人を対象に行ったインターネット調査によれば子供がベビーゲートで怪我をしたケースが66件あったという。ベビーゲートメーカーは子供が近くにいないことを確認して扉を開閉するように取り扱い説明書などで 注意を呼びかける一方、開いたゲートの先に行こうとする赤ちゃんを見た兄弟姉妹が気を利かせて扉を閉め事故に至るケースも報告されている。また壁への固定が外れ乳幼児が階段から転落する事故も発生している。ありがとうございます。